ベースクフィッセールはオランダ出身のレーシングドライバー。フォーミュラルの3.5へ参戦したベースクオープンイコールホイールカーのテスト走行を行うベースクフィッセールはドローン店ンで生まれる。2007年にレーシングカートをはじめヨーロッパ各国の選手権や国際選手権に出場、ジュニアカテゴリーからステップアップして2011年には KGE1 カテゴリーに参戦した。その年、 彼女は、シック、FIA ヨーロピアン KG1 選手権で、ランキング10位となった。2012年、フィッセールは、アダック・フォーメル・マスターズに、ロータスから参戦した。彼女は、ザントホールトと、ラウジッツで勝利し、その他にも10ポイントを獲得、ランキング8位となった。翌年も、同シリーズに継続して参戦、ザクセン・リンクで勝利を挙げ、この年もランキング8位となった。 2014年にフィッセールはフォーミューラルの3.5にステップアップ AVF に加入した。彼女はスパフランコルシャンの第一レースで10位に入り、初のポイントを獲得した。2014年はフォーミューラルの3.5と並行して GP3 シリーズにも昼間モータースポーツから参戦した。ありがとうございます。